どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。はてなはてなはてな OO86YFE3J5. なんか変なカッコカッコトロール、なんだこのコース名、絶対適当につけちゃうやろ。そしてお前もお前だピアキング、わざわざ読まなくていいんだよそんなコース名。でさ、この方のコース初めてするんですよ。で、説明文にファーストトロールって書いてるじゃん。だからこれが初めて作ったコースなんだろうね。いや大丈夫かな、クオリティとか。自分は作れないくせにボロクソ言ってる。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.59%。 そんで前々回の動画かな、赤ちゃん言葉で実況したりあ行だけで実況したりしてみたんですよ。それが思いのほか受けがよくって、僕はもう普通に喋んない方がいいんじゃないかなと思ってるわけなんですけど、いやそんなんでさ笑うみんなもどうかしてるぜ。あんな意味わかんない動画でさ、これなんか上あるな、ちょっと上行ってみようか。上行っても閉じ込められる予感しかしねえ。でも鉄球とか、開幕ブロッカーで、その時のコメントにありがたくいろんなリクエストが来たんですよ。にゃんだけで実況してくださいとか、侍言葉で実況してくださいとか、おねえ言葉で実況してくださいとかさ。で、僕が一番面白いなって思ったのは、もう喋んないでくださいって。でね、その時赤ちゃん言葉で実況はしたんだけど、おそらくみんなの考えてる赤ちゃん言葉の実況とはちょっと違ってて、だからリベンジさせてもらっていいですか。多分みんなこんな感じの想像してたんじゃない。え、カカパックンだけちゃいますね。一体ずつ倒しよっか。これでいたわよ。よくできました、よくできました。ファイヤーを出してたらね、ここの砲台が下がってきて閉じ込められてたと思いますよ。この上に投げきました。ママ確定じゃない。でも赤ちゃんでさ、もうちょっと滑舌が悪いような気するんだよな。だから少しだけ滑舌悪くしてやってってみようか。ここはね、砲台が出てきましたから、この肌からたたか、え、これでいたなんだ、え、ちょっとどうにまた砲台出てきましたはっはっはっは。絶対初見さんの方から、初見さんの方、はっきり言っておく、ここはこういうチャンネルだ。多分ね、今のでついてこれなかったら今後このチャンネルについてこれないかなと思います。さあピック選べということかい。なんでどっちかを選ばなくちゃいけないんだ、両方選べばいいだけの話じゃないか。優しい優しい、両方選んでもやられるっていうことはなかったんだね。で、選べパイプ、ピックパイプって書いてたね。この先になんかパイプがあるのかな。おい、パイプが多いって。さっからさあ、ここでゆっくりと銅管を選んでいこうじゃないか。ここ全部隠しブロックあんのかな。あ、ないね。じゃあ真ん中だけ魚が出てくるっていう感じなんでねえの。で、次はバネ。え、このドア戻れる感じかな。まあ、いや、一旦銅管入れねえ。パイプを選べって言ったけどさ、ドアしかねえじゃねえか。で、ここで左に戻るっていう感じでもなさそう。大丈夫、何がいた、いた赤ちゃん言葉実況やっててよかったぜ。おかげで今みたいな意味わかんないリアクションができたって言います。じゃあここで鉄球をかわしいの、こっからだよな問題は。左下の土管に入って、あいつら邪魔だな。いや、いけるんじゃないのかこれ。え、こやべ、駆除が間に合わない。ちょっと市役所の害虫駆除役員さん、こいつら駆除してってくれよ。いや絶対入ってみせる僕。この害虫どもが。ドアから出るとすぐ左すぐ左すぐ左で土管に入っていきましょうと。ごめんね、チョロプーさん、害虫なんて言っちゃって。本当は可愛いって思ってるからね。これは左にもなればいいのかな。いや、オンオンしてみようか。そうするとここにドアが現れる。そうなんでねえの、ほら。見たかで、ドライバー。どうしたんだいピオキングくん。いやドライバー、みんなが僕をいじめるんだ。この無機物とか特にいじめてくるんだ。しょうがないよ、だって無機物くんはさ心を持ってな。これやけんよ。チュピチュピチャパチャパ、チュピチュピチャパチャパ。ここちょっと難しくない、上のキノコは取れないのか。じゃあガリガリをジャンプでかわしいの、右のファイヤーもかわす。で、これは下右矢印で書いてるけど、どどこだって。いや、あのとかにあるとか、どうせ戻って、お前戻ってこいよ。あのノッツ戻んないので。で、この土管全部入れそうにない、これは C 耐久という感じですか。え、これ難しくない、こんなにアイテムが出てきてたらさ、一旦当たって、あ、いや、これ結構簡単かもしんないぞ。この亀の甲羅を使います。使って、で、亀になってる、はい、来い、よっしゃー、C 耐久飯を食べるんだ。そろそろ私、中間ポイントというものが欲しいんですけど、この土管の先、中間ポイントあんのかい。
中間ポイントはなさそう。ここさっきの場所なんじゃない？で、右の土管にどっか入れっていう感じでもないか。じゃあもう一回ドアに戻れっていう感じなんじゃない？あ、ここさ、さっき隠しブロック叩いてるからドアに戻れないんだ。で、左の土管に行きます。いや、マジで中間ポイント欲しいよと思ったけど、なんだいここは。右押しっぱ、左押しっぱ、どっちすればいい？右が、なんだこれ。いや、右、矢印が多いって。どこに行けばいいか全くわからんって。違う。わからんって、あんなところに仲介があるなんてさ。まあいいや、次取ればいいだけの話。じゃあ、チンになってどかさないでいこうか。面白い罠を作ってくれるであろう、先作家さん。これはトゲメット。誰だお前。こんな落ち方してきたらトゲメットの方だと思うじゃん。じゃあ、マウでブラパを倒しいので、下に行き、また矢印か。これ矢印信用していいのかい？フィッシュボーンが出てきましたけど、乗ってみようか。特に何もならない。じゃあ、このバネ落としの土管に入れっていう感じだと思うんだけど、いいタイミングでできそう、フィッシュボーンが。そんな罠に引っかかるかよ。見え見えなんだよ、制作者。さあ、ここで羽を取りの左上は特に何もない。あの四角の枠を叩いてみようか。この場所にいて四角の枠を叩く。叩けなかった。あれ、叩くのむずくない？まあ、太陽にね、当たらなかっただけまだいいと思いますよ。さあ、ヨッシーを持ってこいか。じゃあ、この土管に入れば、土管じゃない、ドアね、入ればヨッシーがいるっていう感じなんじゃないんですかね。うん、大丈夫かな。ヒントみたいなこと書かれてる。ヒントって、ここどこ？ここにヨッシーがいたっていうのはわかるんだけど、どこのヒントが僕は全然わかんない。でも先に進めそうだね。あ、実はこっちが正解的だ。なんだ、そういうことか。期待させた。さっきのヒントの場所ってここのことっぽいよね。なんか線があったじゃん、ここで。あ、やっぱりヨシコが出てきた。でさ、さっきの太陽カーセルかっていう話なんだよな。まあ、別に当たってもいいんじゃない？ヨシ持ってるもんね。じゃあヨシコ、ヨシコ、ヨシコをあんな風に扱うと逃げられてしまうみたいですね。まったく繊細なんだから、ヨシコっていうのはよ。だからもうちょっと丁重に扱いなさい、マリ。さあ、このバブルを食べての。じゃあ我慢して、あの土管に入れば中間ポイント2があると思うんですよ。さあ、これからも共に行こうじゃないか、ヨシコ。中間ポイントはもう目の前だと思うぞ。やった、本当にやった、ヨシコ。君の方から離れていってしまうのか。でも任せて、あの中間ポイント絶対取ってくるから。じゃあ、はあ、右にゴールがあるよ。この中間はフェイクだったのか。お前分かる。いや、短かったね、今日のトロールコース。結構長いと思ってたんだけど。ここは上がない、ジャンプすればいいのかい。そうするとゴールできると思うよ。だってマント状態だよ、マント状態だから。こっから飛んでいこうか。飛んでゴール。あっ、待て待て、よし。あぶねえ、多分下まで落とされたら絶対罠で引っかかるんだと思うよ。いや、短かったけど本当に楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。よそ見現金、不意打ちで来る敵から逃げろ。説明文に今回は一発系コースを作ってみました。判断力がすごい人は一発でクリアできるかもって書いてるんですよ。このコースはね、コース名と説明文から見るに反射神経コースだと思うんですよね。だから扉とか土管から出てきた瞬間に判断をして敵を避けろっていうコースだと思うんですよ。いや、こういう系めっちゃ面白いよね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 3.17%。 まあ判断力がすごい人は一発でクリアできるかもって書いてたから、任せてくださいよ。私、反射神経だけはバリバリいいからね。待って、待って。そこ行かれるまだった。いや、あれはないよな。じゃあ、これはやっぱり息アップだよな。そしてこの30コインはいらないとは思うけど、一応取っておこうか。さあ、ここから本番開始っていう感じなんでねえの。まあ、ちゃちゃっとクリアしていきますよ。これはこの隙間で、次は一番右からの一番左らへん。いや、全然ずるいな。で、オンオフが代わりのドアに入ります。で、次は右左どっち。右。うわ、パラシュートつけてるって。どど、めちゃめちゃ優しいね。今ごめん、ちょっとかみそうだった。で、今度は青に、こんな青にちゃちゃっと避けることができますよと。で、今さ、ちょっとかみそうだったって言ってたけど、めちゃめちゃ噛んでたね。で、ここはどこ、どこ、わかるかこれマジで楽しいわ。いや、こういう系のコースの特徴として、どんどん難しくなってくるっていうのが面白いんだよな。しかもさ、人が焦ってるの見たらめっちゃ面白くない？じゃあ次は、これはわからんで、こんな急に反応できる人がいたら僕は見てみたいですね。で、これは、この一マスの間にちょんちょんと入る感じか。この雪見大福かー。
はい、でも中間ポイントから本当に中間ポイントっていうのは心の支えになりますね。まるでみんなからしたら僕の動画みたいですね。お前はもう黙っとけ。この先さ、ツタがあるじゃん。このツタがマジで難しいと思うんだよ。飛びすぎ。なぜかレールが左向きなのに最後加速めっちゃしてくんだよな。ここ見てて、ほら、わかるかな。で、ここでツタに捕まります。もうね、反射神経というよりテクニックの方に問題があるかもしんないね。さあ次は上に行けって書いてある。おっさいおっさい、下のガリガリおっさいね。余裕なんだよ。なんじゃそりゃ。おいおい、ちょっと待ってくれよ。これはツルができるんでねえの。この場所に追っておけば大丈夫って感じだと思うんだけど。で、この後ガリガリが上から降って。センサーじゃどうした。寝ながら作った。あ、ズルしないでちゃんと行きます。これ左から行ったら早そうだね。そしてちょんちょんちょんの土管に入る。いや、まだまだ難しくなってもいいよ。これは右押しっぱ。あ、なんかゴールっぽいね。いけ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 。なれそのやつらに追いつかれるか。よっしゃいや、最高に楽しいコースでしたね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ頑張る US。 説明文に難易度星3つ、タイムシビアにしようとしたら意外と時間が余ってしまったって書いてるんですよ。まあサムネを見る感じ、上の USA をどうかしろっていうコースだと思うんだよね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.3% で、最速が9秒だったから10秒コースだと思うんだよね。で、ゴール条件がマリオ USA のマリオのママゴールってことは、上の USA を右に持ってこいみたいな感じかな。あれ、この USA。 なるほどね。最初左さ、右向いてるじゃんレールが。だからその勢いを借りてジャンプし続けろっていうコースなんじゃないかな。面白そうじゃないか。一度でもつまずいたら終わりなんだろうな。ジャンプ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 。全然進まないよこの USA。 え、どこまであんの。意外と長いのね。完全にタイミングゲーだね。ジャンプ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 。俺キモすぎー。マリオの位置とか関係あるかな。ヨルスキンだからさ、アイテムって逃げるんじゃなかったっけ。だから左の方に寄っておけば右に進みやすいですよとか、そういうこともあるかも。死ねよな。右にガガー。舐めるな。たかがキノコをピョンピョンするだけのコースで俺が苦戦なんてすると思うな。ポリムザーリズムに乗っていきますよ。 USA 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 USA。 ちょっと本気でします。はい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 。見たか。これさ、ジャンプするタイミングがぴったり合わないと音符を踏んでくれないんだろうね。タイミングがバッチリだったら USA の移動がちょっとだけ大きいのわかるかな。そのタイミングを何度も整合させろと。無理ゲーじゃん。あえてマリオ右の方にやってみようか。すると USA の移動が早いっていうわけでもなさそうだな。しかしなかなかいい調子できてるよ。これゴールできるんじゃないか。頼む USA。もうそろそろ良くないかい。僕はね、マリーに早くキノコを食べてほしいんだ。キノコの素晴らしさを早くマリーに伝えたいんだ。これはこれできるんじゃない。頼む、お前押せよ。いや、ごめんって USA。 だからそんなにすねんなって。お前がいいやつだっていうことは僕は知ってるから。普通のキノコとかファイヤーとかネコマリオとか、そんなアイテムたちに囲まれてますけど、所詮お前は負け役だ。よっしゃいや、これ本当にめっちゃ難しかったね。 USA のジャンプってマリオのジャンプと違ってタイミングがちょっとずれてんだよな。だからすげえ難しく感じましたね。素敵な一発マリオありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー3。説明文に頑張ってね。うん、頑張る。サムネを見る感じ、雲に羽のついたブラパが X って書かれて設置されてるんですよ。いや、これめっちゃかっこいいよね。すごいサムネ映えしてるんだけど、ただこのブラパたちをどうやって抜けるかなんだよな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.18%。 僕まだね、雲に敵が乗ってたらどんな動きをするか把握しきれてないんだよね。羽がついてるのとついてないのでまた違ってくるじゃん。さあ始まった。何この動き、キモいって。これどうやって行けばいいの。この下から抜けていけってか。意外と硬そう。いや、ついてくるかい。まず初めに下に行くのは間違ってないんだよな。この場所で大丈夫で、この後
なんか腹立つな、あの形。一旦戻ってみようか。ここに入ります。で、戻ったら形が変わるとかそういうことはないみたいだね。綺麗な石型。もうダッシュだ、ダッシュしていこう。こっからダッシュしのジャーブブブーじゃねえんだよ。じゃあダッシュしてショーシャンで行ってみようか。ここはうーちょー、もう分かったぞ。ゴールバーのところまでダッシュしていく。そうすると隙間に入りたかったの。今のところからゴールするのめっちゃ難しいかもしれん。ここでショーシャンしてみようか。やばなるほど、ただダッシュしていけばよかっただけか。いや、ナイスアイディアの一発マリオでした。どうもご視聴ありがとうございます。